粗品台風でバーレイ競馬イベント中止も自身命名の大口投票でオッズ破壊杯は開催。お笑いコンビ霜降り明星の粗品が16日 X、Twitter を更新し、出演予定だった帯広競馬場でのイベントが台風7号の影響で中止になったことを報告した。粗品は17日、バーレイ競馬が開催される帯広競馬場で霜降り明星、粗品トークショーを開催予定だったが、台風の影響で中止になった。粗品は X に、明日のバーレイ競馬でのイベント、これに紐ついた撮影などが中止になったので、自分が考えたこのレース名を変更をお願いしたんですが、システム上無理らしいと投稿した。そのレースとは、第5レースの粗品大口投票でオッズ破壊杯だが、イベントが中止になってもレース名の変更はできなかったというわけだ。粗品は続けて、ですのでちゃんと言います、これ僕全く関係ありませんし、大口投票もオッズ破壊もしません、俺の名前でバーレイ競馬の売り上げ上がるん腹立つからその分スパチャくれ、と訴えた。ちなみに第5レース、粗品大口投票でオッズ破壊杯は、17日16時50分発送予定となっている。粗品、1993年、平成5年1月7日からは、日本のお笑いタレント、漫才師、ミュージシャン、司会者、YouTuber。お笑いコンビ霜降り明星のツッコミ担当、相方はせいや。本名は佐々木直人、1、大阪府大阪市福島区出身、吉本興業、東京、所属。NSC 大阪校33期と同期扱い。2019年 R1 グランプリ優勝者。ミュージシャンとしてはユニバーサルミュージック内の自主レーベル粗品所属、2。中学受験で同志社国際中学校、高等学校に進学し卒業、5。内部進学で同志社大学文学部国文学科に入学し中途退学。芸名には、つまらないものですが、と謙虚な姿勢で、の意味を込めている、6。実家は昭和46年、1971年、創業の心斎橋の焼肉屋三木、7。その前は寿司屋を営んでいた。2009年、同志社国際高等学校1年生の時に、R1 グランプリに初出場。結果は1回戦敗退に終わる。この R1 の1回戦が芸人としての初舞台であった。8。同級生とのコンビ、スペードを結成。ハイスクール漫才に出場し、決勝進出。当時はボケ担当だった。スペード時代の相方は現在。関西テレビ放送に勤務している。9。この頃は、札幌グリニッチというコンビでも活動し、芸人本庄剛主催のライブに出演していた、R1 グランプリ2010に出場し、2回戦敗退。3年生。スペードとしてハイスクール漫才に出場し、セミファイナル、近畿地区、進出、11。この時、コンビ、ドンパルトンとして同大会に出場していた石川聖也ことせいやと出会う。また、第2回漫才台本甲子園に、佐々木直人、名義で13作品を応募、そのうちの、電車で入選、優勝。さらにこの年、R1 グランプリ2011に出場し、準決勝進出、インディーズのライブに多少出演した程度の舞台経験しかなかったにもかかわらず、ぶっつけ本番で準決勝に行けたことで。俺、お笑い向いてるんちゃうと自信を持ったことが芸人になるきっかけとなった。13。粗品、1993年、平成5年1月7日からは、日本のお笑いタレント、漫才師、ミュージシャン、司会者、YouTuber。お笑いコンビ霜降り明星のツッコミ担当、相方はせいや。
本名は佐々木直人、佐々木直人、1、大阪府大阪市福島区出身、吉本興業、東京、所属。NSC 大阪校33期と同期扱い。2019年 R1 グランプリ優勝者、ミュージシャンとしてはユニバーサルミュージック内の自主レーベル粗品所属、2。中学受験で同志社国際中学校、高等学校に進学し卒業、5。内部進学で同志社大学文学部国文学科に入学し中途退学。芸名には、つまらないものですが、と謙虚な姿勢で、の意味を込めている。実家は昭和46年、1971年、創業の心斎橋の焼肉屋三木、7。その前は寿司屋を営んでいた。2009年、同志社国際高等学校1年生の時に R1 グランプリに初出場。結果は1回戦敗退に終わる。この R1 の1回戦が芸人としての初舞台であった、8。同級生とのコンビ、スペードを結成。ハイスクール漫才に出場し、決勝進出。当時はボケ担当だった、スペード時代の相方は現在。関西テレビ放送に勤務している、9。この頃は、札幌グリニッチというコンビでも活動し、芸人本庄剛主催のライブに出演していた、R1 グランプリ2010に出場し、2回戦敗退。スペードとしてハイスクール漫才に出場し、セミファイナル近畿地区進出11。この時、コンビドンパルトンとして同大会に出場していた石川聖也こと聖也と出会う。また、第2回漫才台本甲子園に佐々木直人名義で13作品を応募、そのうちの電車で入選、優勝。さらにこの年、R1 グランプリ2011に出場し、準決勝進出。インディーズのライブに多少出演した程度の舞台経験しかなかったにもかかわらず、ぶっつけ本番で準決勝に行けたことで、俺、お笑い向いてるんちゃうと自信を持ったことが芸人になるきっかけとなった、13。